こんにちは。じゃあ今回は唐揚げを作るんですが、はい、衣をこれで作ります。エビせん、エビせん、はい、おいしいと書いてやったんで、もう早速一応仕込まないといけないんで、ね、これをスプーンでザクザクブスブス刺して一口大に切ってください。はい、はい、そして俺は漬け込むための玉ねぎかな、玉ねぎを一緒に漬け込むと柔らかくなる。誰でも知ってるよくやるやつ。日本人なら誰でも知ってる。玉ねぎは肉を柔らかくする。これなかなか皮の皮、あ、でも皮つくのがうまいんだよ穴のほげこの辺はいいけど、ほげってめっちゃ方言よね。ほげる、ほげるって方言、ほげるって方言じゃないでしょ。違うでしょ。そう、ほげん巨人語、ジャイアンもホゲーって言うじゃん。いや、あれ違う、歌うと多分方言でしょうね。ホゲーやろ。ホゲーって言うじゃないですか、ジャイアン、うん、歌うときね、ホゲーってあとボゲーの時もある。くっさ、モーターの生姜はないね。じゃあ、生姜ない、生姜なしで、生姜ない、大丈夫、この中にもういいじゃん。中で全部液を作っちゃう。酒、酒、あ、これか、あ、これか、酒もこんな感じ。おまぶきのも、こんな感じ、まずい。おまぶきのも、よいしょーす。醤油、はい、サバだけかな、あの汁。サバだけやないの、それか定食サバですかね。あんま武器飲むお酒ならば、いや、それ知らん。あ、嘘、知らんと、知らん。これ、魚のお酒、そうそうそう、あんま武器酒を。やめるよ、流れるんだからね。やめ、おいの地元、やめ。蜂蜜入れます。よし、もうよかろう、よかですよ。で、一口大に切る。はいはい、お願いします。あんま武器ちょっとハマってて。OK、 これでつける液が完成です。うわー、ニンニクの効いていった肌だわ。うわ、すごくないよ。あんま武器のあんま武器のも、あれ、なんか残るっすよね。ねえ、最後なの、あま武器、最後締めはそれ。よーし、切ったよ。ありがとうございます。じゃあこの中に入れてください。はい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 、はい、いいよ。じゃあ、揉み込んで、揉みしだいていって、揉みしだいてやる。ほら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 、はい、じゃあこれで30分、1時間、1時間半漬け込んでいきます。はい、漬かりました。はい、薄力粉と片栗粉を半々で。ほうほう、よし、じゃあ皆さんこれを潰してもらおうかな。はい、カッパヘビシェン、これが今回の、あの、唐揚げの衣になります。なるほど、はい、うまい。で、今回も卵にこれ混ぜちゃいます。濃いやろ、あ、いいっすね、濃いやろ。じゃあ潰しまーす。はーい、今日は胸しそのそういう作業が多いっすね。うん、穴ほがしたい。ほがす、タレントじゃん。これですね、なんか足りなそうですね。これでやってもらった。あれ、でもここで正解、あれだよ、これここで、はい、入れます。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一つお願いしてよろしいでしょうか。はい、隣に添えるキャベツの千切りを。なるほど。お願いします。はい、じゃあどんどん揚げていきます。はい、お願いします。これにくぐらせて、でこれにまとわりつかせて。おお、ガリンガリになりそう。いきます。はいはい、パエビ天自体がもう揚げてあるけんしな。うん、あ、いい香りしてきた。すごいなんかエビの匂いが。1回目を1回揚げます。はい、すごいでかい。4分の1です。すごい量になった。やばか。増えた。4分の1しかしてないの。増えた。OK。じゃあこんな感じで全部揚げていきます。はい。はい、2度揚げ目揚げます。わあ。見た目バリンバリンですけどね。あ、結構バリンバリン。バリンバリン。バリンバリン。ほんで。ほんで、あっちっといったよ。色が全然違うね。はいよ。はいよ。あ、結構ザクザクよ。ザクザクよ。ふわっふわや。ふわっふわザクザクよ。むなしが、丹精込めて、ブシブシ潰したからね。ぐっさぐささして。ぐっさぐささして。腹すいた。もう腹減った。頭おかしくなる。ことは腹すいた。もともと、もともと、あ、お油場。あは危ない、危ない。油場、顔にベシャーかけた。触った感じ、めっちゃ柔らかいっちゃね、肉は。そう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 、うまそう、これくそい。で、食べていきます。はいはい、完成しました。こちらがカッパエビセンの唐揚げでございます。いただきます。いただきます。お箸を持って絶対うまいよ。そんなずいかもしれないですよ。いただきます。あ、すげえ、触った感じカチカチや。竜田揚げみたい。うまっ。うわ、サクサクなってんじゃん。うんうんうん、お肉柔らかっていうか、かっぱえびせんの味するよ。うんうん、あ、うまっ。衣もうまっ。うん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 、わっ、うまくないこれ、これやばい。もも肉だったけど、胸肉でもいいかもしれないな。油、ね、少ないのに素晴らしい。最強うまい。うまいっすね。うん、マジでうまい。いやー、これやばいな。これ今までで食った唐揚げで一番うまいかもしれない。お、いや、マジでうまい。これは、これはやばい。鶏肉っぽくないっすよね、柔らかすぎて。うん、いや、これ釣りおか飯でも最強クラスやろ。うん、この唐揚げ。エビセン自体はそんな高くないものなんで、皆さんもぜひやってみてください。はい、これはうまいです。以上、エビセン唐揚げでした。はい、明日。さあ、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、し。はい。